はい、皆さんこんにちは、こんばんは、水瀬いくやと申します。今回は配信中とかに初心者向けの講座みたいな動画を出して欲しいなみたいな感じの、まあ、コメントが結構多かったし、まあ僕のリスナーさんが皆さんね、結構初心者の方が多いというか、なのでちょっと水瀬が今回ね、なんかまあそういった方向けの初心者講座みたいなのをできたらいいなと思って、はい、ちょっと今動画の方を回しておりますが、簡単なことからいきましょうかね。はい、そしたら、まず先に設定ですね。設定をキーワード使われてる方はちょっと違うかなとは思うんですけれども、基本パッドとか PS4 とか、まあ CS の方とかはこのオートスプリントをオンにしておくといいですね。でこのダブルタップスプリントはオフで、あとは上から順番に設定の情報表示は、ここはまあデフォルトでいいと思います。でボタンの頻度をまあオンにしとったら武器が落ちてたりとかポップアップが落ちてた場合に説明もちゃんと書いてるというか、名前だけじゃなくてどういうものですみたいな、そういう名前も書いてるということですね。で僕がちょっとおすすめしたいのが、このね X マークダメージ表示表現っていうのが、多分デフォルトやとこの X マークって出るんですけど、ここをねどういった設定なのかって説明するとですね、例えばこう打った時に、わかりますかね、こう人の周りになんか X みたいな線が出るんですよ、弾が当たった時に。これね、これが確かになんかこう当たってるなっていう感じがするからいいとは思うんですけど、じゃあ仮にない場合オフにします。オフにしたら何も出ないんですよね、周りに。だから打ち合いしててもその X 線が邪魔にならんというか、ちょっとこう景色がね見やすい、視線がすごくこう綺麗に映るというか、敵のね動きとかがこうX が被ってきたらやっぱどうしてもねこうその線と被っちゃったりするんで、あんまりこうつけてるメリットはないかなっていうのはあってですね、ちょっとねこう X 線が入ることによってこうごちゃごちゃしてるみたいな、わかるかな、こんな感じでそうだからまあ僕はあんまりない方がいいかなっていう、プロの方とか海外のプレイヤーの方とかも、まあ割とこの X ダメージのマークというかはオフにしてる方が多いんで、おすすめって感じですかね。はい、でダメージ値はスタックで、シグナル透明度はまあフィード、デフォルトやと結構はっきり映るんですけど、フィードやとまあちょっとこう透明というか半透明です。あ、ここに書いてる通りなんですけど、右のところにですね、半透明で表示されますと。まあだからここはね、フィードがいいと思います。で、キル通知はオンで、マップ回転、まあこの辺は別にお好みですかね。オンにしとけば自分中心にマップが回るみたいな、そんな感じですね。弾薬切れ時の武器自動切り替え、これはオフでいいと思いますね。オンにしててもオフにしてても、まあ、弾がなくなった時に、ね、武器を切り替えてくれるって、まあ僕はリロードをする前やと思ったんですけど、そうではないみたいで、まあこれオンにしたんですけど、例えば今これエルスターあと19発しかないですね、こう撃ってしまいます、なくなった時に、まあ、勝手に武器を切り替えてくれるっていう、そういう設定なんですけど、じゃあ仮にハボックですねでもこれ24発じゃなくて下の120発がなくなったらってことなんで、例えばこの普通の方を撃ってしまっても武器はチェンジしてくれないんですよ。だから結局これがなくなって弾あともうちょっとしかないです、はい打ち切る、でこれで切り替えてくれるんですけど、だからあんまり正直そこまで実用性はないかなってとこなんで、まあどっちでもいいと思いますね。まあ僕はオフにしてるんです。でオートスプリント、これはねオンにしておいた方がいいと思います。でオフにしたらどうなるのかってことなんですけど、コントローラー設定でだいぶ変わってくるんですけど、ここのスプリント、まあ僕は L2 左側のスティック押し込みで走る、で押し込まなかったらまあ歩くっていう、そういう感じなんですけど、例えばオートスプリントをオンにしておきます。でも歩くことはできるんですよね、これはっきり言って、歩くことはできるんですよ。でじゃあどうやったらオートスプリント発生するのかっていうんですけど、左スティックを全部倒した時にオートスプリントってなるんですよね。でもう一個のオフでやる設定やと押し込んで走るみたいな、
うん、でそこからまあ話しとっても大丈夫なんですけど、最初の押し込むその動作が結構ね、あの左スティックで押し込みされてる方は、まあ、親指が痛くなったりとか、一つボタンを押すっていうその行為がね、だいぶ僕はめんどくさいなと思ったりしたんで、そうだからもうオートスプリントで全然いいと思うんで、そこはね、あの設定してていいかなって感じですね。はい。で、まあ、ダブルタップ。スプリントはオフにしておきましょう。で、ジェットパック操作、はこれなんていうかというとですね、あのキャラクターでバルキリーっておるんですけど、このキャラの設定になるので、基本的にはなので、まあここはとホールドがいいと思いますね。切り替えっていうのは押して、でまた押すまでの、まあその動作になるというか、ホールドはもう押し込んでる間だけ上に上昇したりとかっていう、そういう設定なんでホールドがいいと思います。はい。でダメージ発生表現、これは 3D でいいと思いますね。でですね、非ダメージ時にデスボックスまたはクラフトメニューを閉じる、これはオンにしてる方多いんですけど、僕はオフがいいと思ってまして、これなぜかというとですね、例えばここにデスボックスがあります。でまあ自分がアーマー着てて、そのアーマー着てます、まあ割れました。でここのデスボックスの中のアーマーを抜きたいです、着替えたいですって時に、こう戦ってるんですよ。打ち合ってる最中に火取って着替えてみたいな、そういうことをするときが来るんですよ、初心者の方も皆さん。でその時にデスボックスを開いてアーマーを取れそうになってんのに、一発弾を受けたらこのデスボックスのメニューが閉じちゃうんですよ。一回またこう開いてみたいな、その繰り返しになっちゃうので、僕はここはオフがいいと思ってまして、だから弾当たったとしてもアーマー取るまではそのメニューを開いてくれるので、デスボックスのね、だから僕はここはオフでいいと思います。はい。まあ、あとはそうですね、この辺はまあ特にあんまいじることないかなって感じですかね。でまあその次にですね、ビデオ設定っていうのがあるんですけど、まあ視野角っていうのがありまして、多分デフォルトだと70になってると思うんですよね。この70どうなるかというと、めっちゃ近いんですよね。多分今皆さんこれでやってるんじゃないかなって思うぐらいめちゃめちゃ近くで、そうだから、じゃあ逆に一番広くしたらどうなるのかって、110が一番広いんですけど、こうですね、わかりますかね皆さん、これとこれ全然違うでしょ。でじゃあこれいっぱい見えてる方がいいやん、近いから打ちやすいし弾も当たりやすそうやんって思うかもしれないんですけど、まあこれがね、こっちだけの打ち合いやったら全然いいんですけど、基本的にバトルロワイヤルなんで、エイペックスっていうのは。なのでまあこう全体の景色をね、視点を動かさなくてもある程度こういろいろ情報が自分の中にこうね入った方がいいので、あと打ち合いのね弾当たりづらいとかもあると思うんですけど、僕は皆さん110にされてる方多いんですけど、僕個人的にはですね104、ちょうどね90に設定されてる方もすごく多くて、まあどれぐらいなのかっつうのは、まあ割とねそんな近いってわけでもないんですけど、そう90にしててめちゃめちゃ上手いプレイヤーの方とかもおるんですよね。だからまあこれはちょっとさすがに近いやろ、でも110はまあ広すぎる、これはちょっと広すぎて、ちょっと奥の敵が見えへんとかね、先の敵が見えへんっていう方は、まあ僕はそうそう、あくまで僕の設定は104、ちょうど90と110のまあ相中というか、うん、まあぐらいがいいかなっていうね設定で、僕はいつもエイペックスをプレイしていますね。まあ全然まあどっちでもいいとは思うんですけど、その辺はもう何回か設定変えたりしてね、自分に合った視野角っていうのを見つけてやってみてください。はい。では次に、オーディオ設定とかも変えた方がよくて、っていうのもこのゲーム BGM とか結構割とデカめに設定されてるんですよ。だから BGM の音量とロビーの BGM はまあ僕は下げてる方がいいかなっていうか、まあどっちでもいいと思うんですけどね。はい。一応その辺は個人の判断にお任せしますんで。はい。はい。じゃあ次にキャラクターコントロール。要はキャラクターをこう動かすのに、まあどういう動きとか、ボタンを押しているのかっ
ていうところではあるんですが、まずですね、コントローラー設定のこのボタン配置ですね、このボタン配置を、まあ、僕はこのエボリューションっていうのにもともとしてて、まあ、多分一緒の設定なんですよね。エボリューションがいいと思いまして、っていうのもこれデフォルトやと基本的にこのゲーム一番使うのってスライディングとジャンプなんですよね。あの打ち合ってる最中はもちろんその弾打つボタンとか使うんですけど、基本的にまあスティック操作でジャンプとスライディング、これが一番使われております。まああとは武器をあの拾ったりとかアイテム拾ったりするボタンですね。なので僕は親指をスティックから離さずにジャンプとスライディングをしたいと思ってまして、あの毎回ねスティック離してジャンプってこうしとったら、やっぱりこう視点も安定しないというか、打っちゃってる最中とかも結構そこで負けたりすることが多いので、その辺は初心者の時からまあ癖づけるじゃないですけどにしとった方が絶対僕は先猛者になれる方が多分増えるんじゃないかなと思うので、なのでエボリューションはどう違うかというと、ジャンプが L1 なんですよ。 L1 っていうのはデフォルトやと L1 は戦術アビリティ、まああのスキルですね、キャラクターのスキルを使うボタン。でもここ正直もったいないですよね、 L1 に設定してるのは。だからジャンプは L1、 スライディングっていうか、まあ、しゃがみは右スティックの押し込みですね。ここも切り替えとホールドがあるんですけど、そこはお好みです。切り替えでもいいですし、ホールドでもいい。僕は切り替えでやってますね。どうしてもやっぱ押し込みやとエイムが、押し込みながらエイムをしたりしないといけないので、まあしゃがみは僕は切り替えでやってますね。はいはい、ということでですね、一応、コントローラー設定のボタン配置は、まあエボリューションを前提としてちょっとお話の方説明していきたいと思います。まず、ダッシュですね、走るスプリントは、まあオートスプリントにされてる方はスティックを全部全倒しにしたら走りますね。でスライディングは走っている時にエボリューションの設定だと、ここの右スティック押し込みですね、これしゃがみなんで、これを走っている時にしゃがみを入れるとスライディングですね。もう一度やりますね。走っている時にスライディング、押し込み、スライディング、走ってる時に押し込みですね。で、このスライディングのタイミングなんですけど、いつからできるのかって言ったら、武器を持っている時と持っていない時で大きく変わってくるんですけど、まず持っていない時は一歩踏み出したからもうすぐスライディングができます。こんな感じで一歩目からスライディングはできるんですけど、武器持っているとですね、一歩目からスライディングできないんですよね。一歩目からスライディングしようと思ったらこうなるんですよ。で、武器持っている場合は1、2歩歩いてからスライディングができますね。だからここでだいぶ変わってくるんですけど、武器持ってない時は一歩目からスライディングができる。で、武器持っている時は1、2歩いてからスライディング、1歩目からしようとするとこんな感じで、あのしゃがみながら歩くみたいなね、こうなっちゃうんで、そこだけちょっとね一つ注意点というか覚えとってみてください。スライディングをして、その後ジャンプ、エボリューションの設定だと L1 ですね、左側の L1 ボタンを、押すと走る、スライディング、ジャンプ。そう、このエイペックス自体がスライディングをしている時が一番移動速度が速いって言われていますね。なのでそれを利用して、ダッシュ、スライディング、ジャンプで、またダッシュ、スライディング、ジャンプ。よくね、多分上手い方のプレイとか見ていたらね、あの基本スライディングしてジャンプで、また走ってスライディング、ジャンプっていうね、これをね基本的にもずっと繰り返してるっていうね、移動中はこんな感じでしていると思うんですけど、じゃあこれをずっとできるかって言ったら連続ではできないですよね。こんな感じで速度がやっぱ落ちてくるんです。スライディングにも、クールタイムっていうのがありまして、走ってスライディング、ジャンプで 1,2,3,4 ぐらいかな、4歩ぐらいか、まあ秒数で言うと何秒か分かんないですけど、走ってスライディング、ジャンプ、ちょっと走ってまたこれぐらいだったらできる
ちょっと走って、この繰り返しですね。このタイミングさえ覚えてしまったら、もうずっと連続で、こうやってね、スライディングジャンプ。で、またスライディングジャンプってできますね。ちょっと早かったら、こんな感じで、できないんですよね。こんな感じになっちゃうので、ちょっと走ってからジャンプ。ちょっと走ってからジャンプ、スライディング。スライディングか。やるっていう、そんな感じですね。そう、今ね、ちょっと皆さんに分かりやすいように、三人称のキャラクターが見える視点でね、させてもらってます。はい、いかがだったでしょうか。水瀬郁也の、初心者講座ということで、まあ、第1回目は設定編と、キャラクターの簡単な、操作方法というか、最低限覚えてた方がいいよっていうキャラクターコントロールの講座になります。で、ボタン配置とかもね、エボリューションがいいよっていうことだったので、まあ、ぜひね、一回この設定とか、をしてみて、あとはもう自分に合った設定っていうのを見つけてみてください。次回は武器の紹介と、初心者の方向けのね、武器紹介と打ち方とかね、打つ時にリコイルコントロールこうした方がいいよっていう設定とか、感度設定のね、説明の方をしたいなと思ってますので、ぜひ次の動画まで楽しみにしていてください。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしちょっとでもためになったなと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。では皆さん、いいエイペックスライフを送ってください。おついくでした。